58年前、静岡県の旧清水市で一家4人が殺害された事件の再審やり直しの裁判で無罪が確定した袴田巌さんに、県警本部長らが直接謝罪しました。58年間の長きにわたり、言葉では言い尽くせないほどのご心労、ご負担をおかけし、申し訳ありませんでした。袴田巌さんの再審無罪が確定したことを受け、県警の津田孝義本部長が袴田さんの家を訪れ、袴田さんと姉の秀子さんに謝罪しました。もう本命だと思っておりますの、今更警察に苦情を言うつもりはありません。今日はわざわざおいでくださいましてありがとうございました。よろしくお願いいたします。遠慮を持ったらぐずぐず言われんようにする。